一年も配属された翌日に、あの事業部長に提案したことがあります。まずざっくり考えるにあたって、事業部としてケアしたい懸念事項とかってあったりしますか？時間にすごくルーズなんで、大体待ち合わせ僕がいつも待ってるのは直してもらいます。わかります。どうも、シェンです。こんにちは。はい、ということで、今回は、ミキシーさんにお邪魔しています。ミキシーさんは、ライフスタイル領域、スポーツ領域、デジタルエンターテインメント領域の3つの事業を中心に展開されています。で、今回は、ミキシーさんの新卒3年目の松永さんという方を一日密着させていただきます。はい、ちなみに、こちら、スクランブルスクエアの37階なので、めちゃくちゃ景色もいいんですよね。皆さんにも見ていただきたいんですけども。いや、すごいわ。マジ東京って感じだわ。渋谷のど真ん中の、まあ、ほぼ一番上から、まあ、皆さんを見下ろせて、で、かつ、こっち側のライトといいますか、壁紙もすごいおしゃれなんですよね。で、1時間おきに切り替わっていて、全く同じ映像がずっとないというか、ぜひミクシーさん来る方、ぜひ、チェックしていただきたいです。おはようございます。今日は一日密着させていただきます。簡単に自己紹介をお願いします。はい、新卒3年目の松永宗志です。ミニモチ業務にビジネスプランナーとして入社しました。じゃあ今日はミクシーさんの魅力と松永さんの魅力とたくさん見れたらなと思ってます。よろしくお願いします。お願いします。今日は一日どんなスケジュールですか？今日は11時から事業部全体での朝会があって、その後にアプリ朝会っていうものが今スプリント組んでやってるんですけど、それがあります。で、ランチ取った後に、午後からミーティングが2本ある感じになってます。ちなみに、今、その松永さんが所属されてる部署の、はい、松永さんの業務ってどういったものが多いんですか？事業開発周りのビジティブ周りだったりとか、アプリのディレクションだったりとか、あとは、新規関連も、検討させてもらったりとか、幅広くやらせてもらってます。松永さん、これ、ちなみにいくらですか？はい、これ、無料です。無料ですか？はい。ちょっと贅沢すぎません？さすがに。なので飲みまくってます。これこんなにいっぱい種類あるんですね。今ってほぼ毎日出社されてるんですか？いや、今週1出るか出ないかぐらいです。あ、出社は。はい。じゃあ基本在宅勤務なんですね。在宅です。そうです。で、周りの人も実際に自由なので、はい、まあ、毎日出る人もいれば、全然出社されない方もいるので、そこは全然個人の自由っていう話になってます。松永さん、最近どんなお仕事されてるんですか？直近やった施策でいくと、アプリのディレクションで予約履歴の回収を行いました。予約履歴の回収って具体的にどういう業務をするんですか？ユーザーの意見を実際に聞きながら、このアプリ内にある、予約履歴の、改善を行っています。あ、例えば、そのユーザーさんが予約履歴がここが見づらいとか、はい、っていう、こうご意見をいただいて、はい、それを改善で反映させるみたいな。はい、意見を聞きながら、こうやって変えていこうみたいなデザイン案をいくつか出して、はい、まあ、どれにするかっていうものを決めて、実際に開発で、実装していくっていう流れになってます。あ、じゃあ、それをディレクターっていうんですね。です。前があって、実際に現状分析っていうものを行っていて、まあ、その上でどういった解決策があるんだっていうものを考えて、まあ、実際にデザインに起こしてもらって、実際開発に入るにあたって情報設計だったり仕様っていうものを考えて、まあ、結構予約ってステータスとかが関係してくるので、キャンセルだったり、施術済みなのか予約確定なのかとか、口コミ投稿したのかどうかみたいなところがあるので、そのパターンを全部出してみて、じゃあそれぞれがどのデザインが当てはまるんだっけっていうものを整理してます。で、実際がそこに当てはめたのは、ここですか。ちなみになんか過去他に提案されたこととかってあるんですか？そうですね。1年も配属された翌日に、事業部長に提案したことがあります。翌日に？はい。ちなみに、それどういう提案されたんですか？ミニモ内のアプリ内で EC をやろうっていう提案でした。実際にその提案してみて、周りの反応はいかがでしたか？そうですね。事業部長に言われたのは、まず反応としては驚かれた中で、結構適切というか、ちゃんとしたフィードバックが返ってきて、はい、いい感じに僕されました。現状分析ってものを行って、その中でこういう提案どうですかっていうものを書いていて、戦略的にこういうものがありますよねっていうのを書いていて、実際のプロダクトイメージみたいなのを簡単に自分で作って、まあ、ユーザー側と掲載者が分かれるので、それを準備して、MVP 小さく試すんだったらこういう方法あるんじゃないみたいなものを整理して、市場適正としてどういうところにありますよねとか、市場規模としてはこういうぐらいですよね、業務こういうのありますよね。すごい。で、ビジネスモデルこういうのがいいのかなっていうところだったりとか、事業計画としてはこんぐらい売り上げ上がるのかなみたいなものを整理してます。これここまで一人で作ったんですか？はい、当時やってました。すごすぎません？頑張りました。なんでそれがいきなりできるんですか？なんかもともとこういったビジネスみたいなところを好きで、自分で大学時代から本とかで勉強してたことが多かったのかなと思います。へー。
今日ランチタイムということで。ランチタイムです。今取ったビーフで紹介していただけますか？ちょっと茶色いんですけど、はい、キノコのご飯と、はい、唐揚げと、生姜焼きと、はい、マンゴーのなんかと、はい、ちょっと気持ち悪くない野菜です。これでいくらですか？555円ぐらいでした。もう、じゃあ栄養も取れて、お腹も満たされる、最高のビーフです。お二人ってどういうご関係なんですか？同じ部署の先輩で、プライベートでも、もちろん仕事でもお世話になっている斉藤修平さんです。うん、簡単に自己紹介お願いできますか？はい。メニュー事業部の斉藤修平です。で、仕事内容が、広域というか、うん、プロダクト系もそうですし、非プロダクト系もそうですし、はい、いろんな施策のハンドリングだったりとか、ディレクションだったりをさせてもらってます。今日、午前中密着させていただいて、はい、レベルが違うなっていう、なんか完璧なイメージを私は持ったんですけど、実際、近くにいらっしゃってどう感じてるかっていうのをしたいです。ものすごく優秀で、僕ね、年が11個違うんですけど。その11年前と比べるともう恥ずかしくて比べたくないぐらい優秀な子です。優秀ってなんかどういった部分が優秀だなって感じですか？すごく個人的に思うのが、その僕からいろいろ依頼をしたりとか指示を出したりすることが多いんですけど、その言ったことだけをやるタイプではないんですよ。彼の場合は多分その僕がこれやっといてっていう、そのラフな指示とか依頼のなんかその本質的なその目的とかっていうのを考えてそこまでやってきてくれるんですよね。なのでそこがすごく助かってます。斉藤さんが見てここはちょっと直してほしいなってところありますか？あるんですけど。あるんですか？仕事面で言うとほぼなくて、はい、でもそのやっぱ優秀なので結構上の人たちと一緒にミーティングをすることが多いんですよ。はい、そうなると気使っちゃって、やっぱ発言の数がちょっとだけ少なくなっちゃったりとかっていうのがあるので、その辺は全然気にせずガンガン意見も言ってもらいたいし進めてもらいたいなっていうのはありますね。で仕事以外で言うと、はい、仕事以外もご存知なんですね。いかにすごくルーズなので、大体待ち合わせ僕がいつも待ってる。のは直してもらいたい。わかります。こういう人と一緒に働きたいとか、こういう人と一緒にミクシーを盛り上げていきたいとかっていう。楽しい方にマインドとか意識を向ける人。僕らも朝早かったりとか、仕事が終わらなかったりとかっていう時もあるんですけど、でもそういうのをなんか楽しめる人。で、それで何で楽しめるかっていうと、その自分たちが携わっているサービスを使った上でユーザーのためだったりとか、で、そこを成功させた時の自分の成長のためだったりとかっていう目的が多分はっきりしてるからで、そのために、の辛いことっていうのは多分我慢できるし、それ乗り越えた先の楽しさを知ってる人だと思ってて、だからそういうマインドを持ってる人たちと一緒に働きたいなと思います。お疲れ様です。はい、行きましょう。はい。何にするか決めました？ああ、いつものやつかな。プラスかな。はい、買います。ありがとうございます。ちなみにお二人ってどんなご関係なんですか？僕が所属している、はい、右の事業部の部長です。あ、そうなんですね。事業責任者なんですけど、っていうよりは、なんか一緒に戦略考えたり、ね、施策考えたりとか。そうですね。チームメイトみたいな感じですか？そうですね、ほんと、メンバーですね。さっき、オンラインゲーム仲間っていうのを聞いたので、そのなんか部長と部下みたいなイメージは全然ない。全然やりますよ。僕と一緒に戦略考えたりとか、施策考えたりする、なんか仲間かなっていうところと、まあ、夜は集まってオンラインゲームする仲間みたいな。それが含めて、そうですね、一日中、一週間とかね、やり合う仲間ですかね。松永さんにとってはどういう存在ですか？その一緒に仕事してる中でも僕にはできないことがいっぱいできる方なので、すごい尊敬もしてるし憧れでもある存在です。ちょっと面と向かって恥ずかしいですけど、こういう話したことないので。ここはなんか改善してほしいとか、もっと成長してほしいなと思うところってございますか？改善してほしいはそんなにないかもな。逆にして改善してくださいみたいなところありそうだけど、あのゲームで僕のことを起こすことだけはやめてほしいなと思います。それはちょっとしょうがないです。仕事面とかに関しては僕は全くないですね。いや、素敵ですね。あえて言うなら、ちょっと出社の頻度もうちょい多い方が僕が嬉しいぐらいですかね。なんだけど。1年目、僕がめっちゃ出社してた時期は、多分僕と太田さんがめっちゃ出社頻度高くて、そう毎日ランチ食べてました。そう、うん。そこで一気に距離縮まりましたよ、ね。うん。仕事だけの仲間っていうよりかは、仕事以外でも会いたいとか、集まる仲間って、なんか本当に素敵だなと思います。あんまり言われないから照れる。じゃあそろそろ行きますか。本日行きましょう。松永さんって、はい、なんでミクシーに入られたんですか？自分がやりたいこととして新規事業に挑戦したいという思いだったので、はい、次に会社のフェーズ感を考えたときに、まあ、モンストという収益の柱がある中で新しい収益の柱を探してるフェーズだったと思ったので、はい、そこで任せて決めました。なんで、はい、その新規事業をやりたいっていうのが大事だったんですか？はい、
父の影響が大きくて、はい、父親がもともと会社をやっている関係で、昔から、そういう経営だったり、はい、事業をやるっていうことに憧れがあったので、それがきっかけではあります。会社を立ち上げるじゃなくて、会社の中で事業を立ち上げる。そうですね、そこってすごく両方ともメリデメがあると思っていて、はい、自分でやった方が、もちろん自分に入ってくるインセンティブみたいなところは大きくなってくると思うんですけど、はい、そこのインセンティブってよりも、いろんな事業に挑戦したいとか、スピード感考えた時に、会社でいろんな経験を積みたいなっていう思いから、会社での、事業の立ち上げっていうところを目指すようになりました。じゃあ、ミクシーさんがもうベストな環境はもうここだって、そうですね。結構自分の中ではバッチリハマったイメージです。へぇー。今からどんな会議なんですか？今からは今度リリースしようとしている、この詳細、機能というものをリリースしようとしているんですけど、それについての、座組について話そうと思ってます。座組っていうのは、どういう内容にするかを話し合う。リリースに含めて、どういった、内容にするかっていう。じゃあ、ミーティング始めます。お願いします。お願いします。お願いします。じゃあ早速、座組のところに移りたいんですけど、まず座組考えるにあたって、事業部としてケアしたい懸念事項とかってあったりしますか？ユーザーファーストっていうのは、まあ一番大事なんだけど、赤字が出たらいいぐらいで、赤字が出にくいモデルにできたらなと思ってます。なるほど。一旦僕の方でバリアンで考えたのは、このハイポイントについては、何ポイントか回復するパターンを試してみて、効果最大ができるものを将来的に参考に、採用にしようと思いました。なるほど。その条件だったら、まあ、赤字は出にくいし、いいモデルかなと思います。大丈夫です。ありがとうございます。では、一旦、この場はこれで終わろうと思います。ありがとうございました。はい、お疲れ様です。よし、行きますか。グリーンスでした。お疲れ様でした。ミーティングお疲れ様です。お疲れ様です。今日はなんかどこまで話し合いが進んだんですか？もともとゴールにしていた座組のフィックスまで行ったので、はい、スケジュール通りに進んでよかったなと思います。はい、今後はどういうスケジュールで進んでいって、最終的なゴールは何になるんですか？そうですね、今座組決まったので、ここからは実際に仕様に落とし込んでいくところだったり、デザイン動線みたいなところなので、今からは、デザイナーだったり、エンジニアを巻き込んでいって、はい、プロジェクト進めていこうと思ってます。松永さんの今後の目標を伺いたいです。そうですね、入社当初はざっくり新規に挑戦したいみたいなところがあったんですけど、そこが今より具体的になっていて、美容領域の、分野で新規に挑戦したいなと思っていて、美容領域ってまだまだレガシーの部分が多いので、そこの DX を進められるような新規事業を行いたいなと思います。で、そのためにも今はなんかミクロの経験を積んで自分の経験値を上げていきたいなと思ってます。一日お疲れ様でした。お疲れ様でした。松永さんの一日を見て、はい、あ、ミクシーさんで働きたいなとか、はい、松永さんと一緒に働きたいなって思った人がたくさんいると思うんですけど、はい、そういった方々に向けてメッセージをお願いします。そうですね、僕自身この2年間ですごく成長できたと思うので、自分でどんどん成長したいなって思っている方、ぜひ一緒に働きましょう。ありがとうございます。ありがとうございました。今日は一日お疲れ様でした。お疲れ様です。